はい、はーい、バイバイ。ねえ、ユイと大輝仲直りしたって。マジ？にしてもユイはおっちょこちょいすぎるよね。あの二人、デコとボコが合わさって相性いいんだろうな。相性最高じゃん。他の人じゃダメで、二人だけのケミが合ってる人って羨ましいな。カルコートパンチ、あ、おい、お前今やってんの？いいよ、うん、ご飯何でもいい。何がご飯よ。え、あ、昼ご飯の話じゃない。昼ご飯、後期は抜き。え、食べたかったな。大輝、あ、ゆいだ。ご迷惑おかけしました。いいなあ、クリスマス。おしゃれなレストラン予約して出かけるんだって。そうなんだ。シミラーコーデの画像だった。シミラいや、なんかキャラクターの名前みたいだね。もういい、今日クリスマスじゃん。なんで部屋着着てんの。はあ、ちょっと待って、ちょっと待って。かなこのしたいことしよう。何する？何がいい？あの、もらったギフトを作ってる。あ、散歩する。わかった。これ一緒にやる。またゲームかよ。二人って性格とか好みとかバラバラなのに、なんでうまくいってんの。特に特別なこと。あ、時々ゲームしてるよ。またゲーム？ゲームっていうか、テストっていうか、相手が欲しいものを考えて当てるゲーム。深層心理をグッと掴む。へえ、なんか独特だね。でしょ？うん、でも、あ、この人私のことちゃんと分かってくれてるんだなって実感できるよ。ゲームやろう。え？珍しいじゃん。何する？選んだ？うん。それでは、俺はかなこに何を送りたいと思ってるのか、5個の質問で答えてください。はいかいいえで答えます。正解したら、阻止ボタンを押します。はい。5問か。はい。え？いやなしなしな、違うから。はいはい。キラキラしてますか？いいえ。じゃあ、小さいですか？いえ。そうなんだ。私と一緒にお店に入ったことがありますか？はい。嘘。赤ですか？赤。あ、まあ赤じゃ、うん、はい。ブランド物ですか？ブランド物じゃ、ブランド、あ、違うか。ブランド物じゃないかな。え、何？かなこの負けだけど、答え知りたい？うん。一蘭最高の一杯。そっかそうだよね。ブランドといえばブランドだしね。美味しいし、ブランドの中だったら美味しいし。はい。ありがとう。いいじゃん。シミラーコーデってこんな感じかな。即席すぎるでしょ。お、ラーメンだけに。うるさ。行くよ。あ、即席じゃないラーメン屋さん。ラーメン。早く。待って。